皆さんこんにちは、登山ガイドの小馬です。今日は1泊2日の親泊まりの装備について紹介をしていきたいと思います。お時間ありましたらぜひ最後までご覧になってください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では行ってみましょう。はい、それでは、実際にですね、持っていく道具を紹介をしていこうかなと思います。この辺りはですね、普段日帰りの登山にでも持っていってるような、道具です。レインウェア、それから防寒用のダウンジャケット、ファーストエイドキット、この中には、ヘッドライトが入ってます。緊急用という意味もあり、まあ、夜ね使うのでヘッドライトが入ってます。それからチェルト、それからチェルトの破裂などが中にあります。で、あと、これは私が普段持っている緊急用のパックなんですけど、レスキューシートが入ってたりとか、バンドエイドが入ってたりとか、すぐ取り出せるようにね、あったりしました。今回は、汗拭きシートだったりとか、除菌シート、ウェットシートですね、2人とも持っていってます。山ではですね、水が非常に大事なので、手が洗えなかったりとか、顔洗えなかったりしますので、こういうのをね、持っていってもらうと、便利かなと思います。はい、それから、この辺りは食事です。行動食、それからお昼ご飯、行動中に飲み物、ホットウォーター、まあ、水という感じになりますが、この辺が食事に関するの道具です。はい、今回は1人なので、まあ、小型の、バーナーを1つ持っていく感じですね。外のミートバスター、はい。それとガスです。できればガスは満タンのものを持っていってください。どうしてもですね、寒かったりするとパワーが落ちてきますので、満タンのものというのがおすすめです。はい、あと予備のガスですね。これも、持っていくことです。はい、それから、まあ、お皿代わり、飲み物をコップ代わりにする、それがですね、これも取っ手がですね、このタイプ、こう折りたためるので、このタイプ非常におすすめです。はい、このままで畳めないと縛りにくいんですよね。これ畳めることでパッキングがコンパクトになりますので、これを選んでください。はい、それから、クッカー、今回スノーピークの、2キタぐらい沸かせるやつですね。こっちがフライパンにもなりますし、こっちは、まあ、お湯沸かしたり鍋になります。はい、これが今回小型のものを1つ持っているということです。はい、それからこの中に食事が入ってます。結構ぎゅうぎゅうに入っているんですけど、ここは置いていて、食事関係ですね。ご飯、今回カレーにしようかな、グリーンカレーにします。で、パンだったりとか、牛肉ソーセージ、私なりこう、すぐは肉ソーセージ、あと、まあ、缶詰、これもね、傷まないのでいいです。あと、まあ、コーヒー飲むようなカップもあったりとか、コーヒーあと、まあ、温かいスープ飲むような感じで、こういうのもできます。はい、で、山の中でですね、水っていうのは非常に重要なのは、先ほどお話しした通りなんですけど、食事をした後に食器をこう洗剤で洗ったりとかっていうのはできないです。洗ったりとか鍋洗ったりできないので、その時のために、汚れを拭き取るようにキッチンペーパーを持っていってますし、こういう、ね、スクレーパーがあるともっと汚れをこうかき出しておいて、これで拭くことができるので、紙も付いてるので、こういうの1個あってもいいかもしれないです。これは無印のスクレーパーですね。別に登山用のものじゃなくても全然いいと思います。はい、それでお願いします。はい、それから、これ100均で買ったシリコンのまな板みたいなやつなんですけど、こういうのがあると専用のバーナーシートとかも売ってるんですけど、小屋の上、床の上でね、ガスを使う時とかにこういうのを引いてもらうと、小屋にダメージを与えなくていいので、こういうのもぜひ持っていってもらえたらなと思います。はい、こんな感じでね。はい、それからここにあるのはテーブルです。スノーピークの保全っていうタイプの折りたたみのテーブルなんですけど、こういうのがあると1段高くなって作業効率がとても良くなります。はい、そういうのね、持っていくっていうのもいいと思いますが、まあ、荷物に余裕があってですね、まあ、あると快適っていうぐらいの量だったので、絶対持っていった方がいいですよっていう感じではないです。はい、まあ、余裕があるかな、こういうのもいいかなと思います。はい、で、今度こちら側は、まあ、衣食住でいう衣の部分です。まあ、予備のテーブルを持っていきましょう。それからまだ時期が寒いので、朝、ご来光見たりするときに、ね、手冷たかったりするので手袋もあっていいと思います。それから万が一汗すごいかいちゃって、ウェアびしょびしょになっちゃったっていう場合の、まあ、これ半袖のウェア、それから長袖のウェアっていうのを予備で、使わないこともあります。
というふうに持っていく感じですね。で持っていくときはこんな感じでね、ドライバッグの中に入れて、ドライバッグの中に入れて持っていく。それで持っていけば、あの万が一濡れたら中は守られるという感じです、はい。それからここにあるのがライトなんですけど、先ここにヘッドライトを持っていくんですけど、これも私持っていきます、ヘッドライトって頭にこうつけてするので、小屋の中で一人がこう頭の中で頭を動かすとですね、どうしても周りの人に気になっちゃったりとか、血がついちゃってね、なんかちょっと気になるなっていう感じになるので迷惑になるので、こういうの一つあると自分の枕元に置いて作業する周りだけが明るいっていう感じで使えますので、これ1個こんな感じのやつが1個あればいいと思います。これタイプちょっとだいぶ古いやつなので、今もっと新しいタイプが出てると思います。いろんなのありますので、ね、1つ持っていってもいいかなと思います。はい、それからさあさあさあ寝ようかなっていう時ですが、やっぱ寝袋が必要です。これはモンベルの、ナンバー2番かな、2番の寝袋です、それをこのコンプレッションのですね、ギュッと縮めてちっちゃくしてます。かなりねちっちゃくなってます。はい、これを持っていきましょう。それからこれがエアマットです。これ完全エアマットで空気を入れて膨らませるタイプなので非常にコンパクトになってます。これを1つ持っていきます。私身長が175センチぐらいなんですけど、マットは150センチぐらいの使います。足らない部分は、ザックを使って枕にしたりとか足をザックの上にしたりっていうところで補ってます。はい、山行くときはね少しでも荷物減らしたりね、まあ、そういう工夫もしてるかなと思います。はい、じゃあ、これが、まあ、装備としては、2日山に持っていく装備になります。はい、それでは、実際にこれを、ザックの中に詰めていこうと思いますが、今回私が使うのは、グレゴリーのアルピニスト38リットル。このザックの中に、この荷物を全部入れていこうかなと思います。で、入れる前にちょっと、この辺をコンパクトにしましょう。クッカーの中にシェラカップを入れて、ガスですね。ガスも入れちゃい、バーナーも一緒ごたにして入れちゃいましょう。同じ時に使いますからね。バーナーも入れて、蓋をすると、ちゃんと閉まるんですよ。はい。で、これを、はい、こんな感じで準備します。はい、では、実際に、パッキングしていこうかなと思います。前回もですね動画で紹介しましたが、使う頻度だったり重さだったりっていうのを考えてパッキングしていただきたいなと思います。はい、でまず私はまあ例のことバックパックの中に防水パックを1台入れて中で防水にします。この中に、入れていきましょう。まずあんまり使わないセルト一番底、それからセルトの張り綱とかペグですね、こういうのも一番底に入れます。はい、で続いてあんまり使わない、ダウンジャケット、これも山小屋に行ってからじゃないと使わないので、ダウンジャケットもショートパックに入れます。そうすると今どうなってるかというとちょっと見にくいんですけど、ザックの一番底に1段になってセルト、張り綱、ダウンが並んでいる感じです。でそこに、はい、ファーストエイドキットを入れます。それからこの予備のウェア、これもね山小屋に行かないと使わないので、これも入れてあります。はい、で湿気を入れておいて、この救急セットですね、これも隙間に入れちゃう感じで入れちゃいました。はい、でここまでできたら、まあ、こんな感じになってます。でここにじゃあ寝袋を入れていきます。はい、寝袋、これ結構かさばるんですね。寝袋を入れて、その前側にパッドを入れます。はい、ちょっとこんな感じになって、はい、ちょっと押しても大丈夫です。はい、で、この状態になってから、今度この調理器具、クッカーとかガス入ってるやつね、これを入れていきましょう。立てていきます。で、あと食事ですね。も入れます。結構重たいんですよね。なので軽いものを下の方に入って重たいものが今。は
はい、でこの状態になったら、この前にですね、かなり余裕が出てくるので、そこに足はレインウェアを入れていきます。ね、でこんな感じ。はい、あと残っているのは何かになっているとこのテーブルですね、お膳。これはモザックの背中側に付けられている感じ。はい、こういう感じで、いかがですね。で、予備のガスは、このガスの管理で食べちゃいましょう。はい、で、あとこの辺の重たいやつです。水、ちゃんと持てる感じ。この隙間でもいい。なるほど。はい、でそこにこのホットウォーターをこの上に足してみましょう。はい、水を入れて、いい感じですね。こんな感じになってます。で最後にお昼ご飯、濡れたら嫌なんですけど、このまま忘れて、まあ、ドライバッグは今日は閉めません。閉めずに上の後方を引っ張ってこれを閉めちゃいます。閉め込んでやりましょう。はい、触れて、よいしょ。あと残ってるのが、飲み物、香料酒、ヘッドライト、あとこのライトですね。はい、残ってますので、あんまり使わないんですけど、ヘッドライトは泡ボタンの裏側、これも一緒に入れてみましょう。はい、で、こうして、泡ボタンの部分にですね、頻度が高いので、まずこれを入れてください。はい、で最後コードを出すところに乗ってコード中の上をね、で押します。はい、これで一通り全部入った。38リットルの中に全部ここにあったものが全部入りました。はい、こんな感じですね、パッキングをしていただいて、また準備してもらったらなと思います。はい、これからですね、プレーシーズンになって、どん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 いいシーズンになってきます。馬場屋も、人がたくさんなって、混雑することもあるかもしれません。マナーを守ってですね、楽しい人さんを応援してください。はい、ということで今日は皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。また山でお会いしましょう。